愛知県立高蔵寺高等学校は愛知県春日市、富士山台にある県立の高等学校。高蔵寺、ニュータウンの人口増加に伴い1980年に開校。高蔵寺高校を略して倉高と呼ぶことがあるが、名古屋市水北にある名古屋経済大学高倉高等学校とは関係はない。春日市北東部の高蔵寺、ニュータウンのほぼ中心に位置し、 カスガイ市立、藤山大中学校、クルッポ富士島や藤山大団地などの住宅街に隣接している。カスガイ市の生徒のほか隣接する名古屋市森山区、瀬戸市、小牧市、小張朝日市から生徒が通う。修学旅行は例年5月頃に北海道方面である。主にラフティングや自然体験が行われる。毎年9月には3日間にわたり、 けヤき祭りが行われ、二日目には、名古屋市公会堂で、クラスごとに合唱コンクールが行われる。一年生のみ、毎年1月下旬、100人一種大会が開催される。毎年6月上旬頃には、学年球技大会が開催され、学校指定種目であるバレーボールによる指導が繰り広げられる。一年生は、全員共通、芸術のみ、選択の履修であるが、 二年生から文系、理型にそれぞれ分かれる。公式野球部が近年、私学優勢の中で、県内の公立高校の中でも競合校として位置、続けられていた。夏の愛知県予選ではベスト8を経験している。ディベート部が過去全国ディベート甲子園大会に出場しており、2007年と2010年には全国ベスト16という記録を残している。また吹奏楽部、 書道部などが全国高校総合文化祭に出場経験がある。ありがとうございます。